はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね。 スマートベータ ETF を徹底比較していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですけれども、思い込みを排した投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をして応援いただけるとありがたいです。で、やってることがですね、主に投資信託とか個別メガー,ーの過去のデータの分析、こういったものをやっております。でですね、何かリクエストあったらですね、コメント欄に書いてもらえれば対応させていただきますので、投資の前の検討とか投資の後の確認として使って いただければと思いますで、推奨する視聴環境はこの3つになってまして結構文字とか数字が小さくて長弱になるのでなるべく大きな画面でなるべくいい画質で再生速度早めての視聴を推奨しておりますで、これ僕の簡単なプロフィールで3年間証券会社の営業をやってそこからはトレーダーとして成形立てておりますで、これご参考までにこれまでのパフォーマンスになります はい。というわけで、まずは基礎データからですね、解説していきたいと思います。そもそもですね、あの、スマートベータ ETF とは何ぞやというふうだ、そういった話なんですが、これはですね、特定の値動き要因、これファクターって言うんですけども、それに特化したインデックスファンド、こういった定義になっております。で、代表的なファクターはこの5つでして、まず最初にサイズ、要は小型株ですね。で、その次にモメンタム、これは直近の株価の上昇傾向。で、3つ目 にクオリティこれは財務体質ですねまあそれが健全なって形になりますで4つ目がバリューまあいわゆる割安株ってやつですねで5つ目がボラティティこれはディスクつまりはリターンの振れ幅の小ささこれに特化したのがそれぞれのスマートベータ ETF って形になりますで今回ですね見ていく ETF なんですけどもそれがこの5つになってましてそれぞれがこのファクターに対応したものになっているんですがまず最初にサイズですねこいつを見ていきます で、次に、モメンタム、これを見ていって、で、次に、クオリティ、で、バリュー、で、あとディスクですね。この三つをですね、見ていきたいと思います。なおですね、この五つはですね、アメリカに上場している ETF なんですけれども、これですね、あの、今の日本の規制上の問題から、あの、日本からはですね、この ETF には投資できないんですが、まあ今後ですね、そういった規制が撤廃された時とかですね、まあ使えるようになった時に参考にしていただければと思います。でですね、えっと、今回ですね、 このファンドなんですけれども。 これで比較していくものは、この3つになります。まず最初に、リターンですね。こいつを比較していって、で、次に、シャープレシオ投資効率を比較します。で、最後にというか、3つ目として、アルファによるリターン、要はファンドの実力によるリターンですね。こいつを比較していきたいと思います。で、リターンの時間軸は1年間のリターンで、で、検証期間はですね、2013年の7月18日からやらせていただきたいと思います。で、このですね、アルファによるリターンを算出するにあたっての、 ベンチマークですね。え、それがですね、それぞれ SPY、DIA、999、この3つのですね、インデックスファンドと比較させていただきたいと思います。でですね、今回、あの、リターン見ていくわけなんですが、リターンってこの3種類ありまして、今回見ていくのが、こちらのですね、配当が出ても、それを受け取らずに再投資した場合のリターンである、配当込みのリターンですね。こいつを見ていきたいと思います。 はい。では、まず、結論から述べておきます。というか、ここに表記してあるんですけれども、リターンから見ていくとですね、一番リターンが高いのが、モメンタム、ついでクオリティ、で、3番目にサイズ、で、4番目にリスク、で、5番目、まあ一番最下位で、バリューっていうふうな、割安株みたいな、そういった形になっていたんですが、一方、投資効率を表すシャープレシオ、これで見てみると、順位が変動していて、さっきのリターンで4位だったリスクですね、これが投資効率で見た 場合には1位になっていて、で2位がモメンタム、3位がクオリティで4位がサイズで5位でバリューっていうふな、そういった形になっていました。でこのリターンとシャープレッシオはこうだったんですが、それぞれのベンチマークに対応したアルファですね。まあ、要はそのファンド ETF の実力によって得た分のリターン。それはですね、それぞれこんな感じになりました。というわけでですね、なんでこうなったのかをここからデータを使って見ていきたいと思います。 はい。えー、では、まずですね、えー、ファンド単体での、えー、パフォーマンスの検証、えー、そこから、えー、やって、えー、いきましょう、えー。これがですね、2013年の7月18日から2021年の12月31日までの間の、えー、各、えー、ETF の、えー、パフォーマンスを示したものになります。えー、ではですね、まずここの、えー、サイズのところ、えー、これを例にとって説明していきます。えー、これはですね、2013年の7月18日から2021年の12月31日までの間で、えーこの このサイズファクターの ETF、これの250予備間つまりは1年間のリターンの個数っていうのが1881個ありましたよっていうふうな、そういった意味になります。で、そのうち90.16%に当たる1696回が平均して16.32%上昇して、で、9.84%に当たる185回、これが1回あたり平均してマイナス6.60%下落して、で、このサイズファクターの ETF の 1> 1年間のの平均リターンといいいいうううはににななっってまましたたよそ合いになりますで、下の標準偏差、これがさっきから言っているリスクですね。リターンの振れ幅の大きさなんですけども、これはですね、ここの平均リターンの14.07を中心として上下に振らまい14.69のリターンの振れ幅が1年間では大体ありましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、下のシャープレッシオはですね、これが投資効率を示すものでして、具体的には はディスクに対するリターンの獲得の効率ですねそれを示す棒になりますで、計算式自体はここの平均リターンをここの標準偏差これで割った数字がシャープでしようでして で、これ自体はですね、高ければ高いほどディスクに対するリターンの獲得効率がいい、つまりは投資効率がいいですよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、最大リターンと最小リターンなんですけども、これはですね、このサイズファクター ETF の1年間のリターンにおける最大リターンと最小リターンっていうふうな意味になります。それなので、この ETF に投資をして一番運が良かった人っていうのは、1年間で資産が98.60%増えていて、で、逆に一番運が悪かった人 人っていうのはえうう、とりあえずですね、これがサイズファクター ETF の説明で、で、同じ方式でですね、モメンタムからリスクまでやってあるんですけれども、一応ですね、ここのモメンタムのところも説明しておきたいと思います。これもですね、2013年の7月18日から2021年の12月31日までの間で、このモメンタムファクター ETF の250営業日間、 まあ1年間のリターンの個数っていうのが1881個ありましたって意味になります。でこのうち96.07パーに当たる1807回が1回あたり平均して18.49%上昇して、で3.93%に当たる74回が1回あたり平均してマイナス -4.43% 下落して、でこのモメンタムファクター ETF の1年間の平均リターンっていうのは17.58%でしたよっていうふうな、そういった意味合いになります。でリスクはですね1 1 9 4でこれは要はここの平均リターンの17.58を中心に上下にプラマイ11.94のまリターンの振れ幅がありましたよっていう風なそういった意味合いになりますで、シャープレシオはリターン割るリスクの数字ででこれモメンタムを見るとサイズよりもシャープレシオが高いつまりはですね、リスクに対するリターンの獲得効率で見てみるんであればこっちのモメンタムの方が高いですよっていう風なそういった形になりますで最大リターンと最小リターンはこの場合はモメンタムファクター ETF の えっと、同志における。 一年間での最大リターンと最小リターンっていうふうな意味なので、なので一番運が良かった人は、この ETF に投資をして、えっと一年間で資産が77.43%増えていて、で逆に一番運が悪かった人は18.22%資産が減っちゃってましたっていうふうな、そういった意味合いになります。とりあえずこれがモメンタム ETF の説明で、で、同じ方式でクオリティからディスクまでやってやるっていうふうな、そんな感じになります。で、まあ外観していくとっていうかさっきの結論で見た通りなんですけれども、 え、とりあえず、単純な、リターンだけを比較するのであれば、まあ、1位が、モメンタム。で、えっと、2位が、ここのですね、えっと、クオリティ。で、3位が、ここの、サイズ。で、4位が、えっと、リスクで、で、最下位で、バリューっていうふうな、え、そういった形になってたみたいです。なので、単純なリスクだけ、えっと、比較するのであれば、まあ、直近の株価の上昇傾向に沿った、えっと、ETF である、ここのモメンタムの方が、一番高くって、で、えっと、バリューですね。まあ、結構皆さん好きだと思うんですけども、バリュー株とかって。 そういうのっていうのは、ま、あくまでここ2013年間2021年までの間っていうふうな期間限定ではあるんですけれども、少なくともこの間の1年間のリターンっていうのは、ここの5つのファクターで比べてみた場合には、バリューっていうのは、リターンは出てたんだけれども、相対的なリターンは低かったよっていうふうな、そういった形になってたみたいです。で、えっと、このリターンだけ見るとそうなんですが、えっと、次シャープレッシオ、投資効率ですね。ま、ここの方がより重要なんですけども、こいつ見る限りでは、えっと、モメンタムは、えっと、 の中で2位で1 4 7っていう結構高い数値を叩き出してはいるんですけれども、えっとリターンの中でえっと4位とかえっと3位とかそんなもんだったここのディスクですね。これを見るとシャープレシオが一番高いっていう形になっております。でこれ要はですねここのディスクってそれぞれ違うわけなんですけどもここのディスクをえっと平滑化してあげたときにここのリターンっていうのが一番大きくなるっていうのを示したのがここのシャープレシオって形になるんですがでそういう意味では要はえっとディスクの幅 ファクターの ETF っていうのは、リターン自体はまあ、この5つの中ではそこまでめちゃめちゃ高いわけじゃないんだけども、ただディスクに対するリターンの獲得効率、それで見た場合にはこのディスクのファクターの ETF っていうのはまあ、この中では一番いいですよっていう風な、そういった形になってたみたいです。で一方このモメンタムっていうのはリターン自体は一番高いんだけども、 ただ、えっと、投資効率で見た場合には、ここのディスクファクターの ETF と比べたら、若干負けますよっていうふうな、そういった形になってたみたいです。とりあえずですね、これがファンド単体でのパフォーマンスの検証で、で、次にやっていくのがですね、このファンドのですね、実力を測るために、各ベンチマークとの比較、こいつをやっていきたいと思います。ではですね、まずリターンからですね、比べていきます。で、これ一番上にファンドって書いてあって、それぞれの、えっと、まあ、これファンドって書いてあるんですが、ETF の えっと、1>, 1年間の平均リターンですね。そいつが示してあるんですが、この下のところがですね、それぞれ同期間における SPY と DIA と999、それの1年間のリターン、これが記載してあります。で、ここのですね、ファンドあるベンチマークっていうのは、まあ読んで字のごとしなんですけれども、ファンドのリターンを各ベンチマークのリターンで割った数値ですね、それが記載してあります。ここのサイズで見るんであれば、対 SPY だと、サイズファクターの ETF の え、リターンっていうのは、SPY の0.95倍。で、えっと、DIA だと、えっと、1.03倍。で、えっと、対999だと、0.62倍みたいな、そういった形になっております。で、同じ方式で計算してあって、まあ、ここはですね、え、後でですね、というか、あの、気になったらば、ここで止めて、えっと、じっくり比べていただければと思います。で、とりあえず、リターンがこんな感じになっていて、で、お次に比べていくのが、ディスクの大きさですね、こいつを比べていきます。で、これもですね、同じく、 ファンドベンチマークで割った数値が記載してあるんですが、これですね、えっとディスクに関しては、えっとリターンと違って低ければ低いほどいいので、なのでこれファンドの方がリターンが高、あのディスクが低ければ緑で塗ってあって、ディスクが高ければ赤で塗ってあるみたいなそんな感じになります。で、これですね、見て、若干見ていくとですね、モメンタムクオリティディスクこれに関しては、そのファンドのファンドのディスクっていうのは、それぞれこの3つのベンチマークと比べたときに まあリスクは、えっと、若干低いですよ、みたいな。そんな感じになっていて、特に、このリスクフクラ ETF、要は、えっと、リスクが小さい、えっと、銘柄を選んでやった ETF ですね。これに関しては、かなりですね、ベンチマークと比べて、ディスク量の大きさっていうのは、抑えられてるってことがわかるんじゃないかなと思います。で、えっと、問題なのが、このサイズとバリューでして、 え、この、えっと、サイズに関しては、ま、対999、え、これに関して言うと、え、リスクは若干低いよってなってるんですが、ただ、え、spy と dia、え、これに関して言うと、えっと、このサイズファクター etf の方が、え、リスクが若干高いってなっております。で、えっと、もっと問題ないのがこのバリューでして、え、これ、えっと、割安株なので、えっと、一般的に、え、そこまでリスクは、えっと、高くなく、リターン獲得できるみたいな感じで、えっと、言われてはいるんですけれども、え、この2013年から2021年までの期間にわたっては、え、リスクっていうのは、 むしろえっとそれぞれのベンチマークよりもえ高くなっているとえ。つまりは市場平均よりもえっとこのバリュー etf の方がええとリスク。自体はえ高かったっていう風なえ、そういったことがえわかるんじゃないかなと思います。で今リスクとリターンえ見ていったわけなんですが、えこの兼ね合いを見るのがえシャープレシオでしてえ、同様にファンドをベンチマークで割った数値え、これが記載してあります。でえ、それぞれのですねえ。ファンドのえっと et えっとシャープレシオっていうのは？ まあ結構え高かったわけなんですけども、同期間のえシャープレッシオですね、ベンチマークのシャープレッシオを見てみると、まあそもそもえーマーケット全体のシャープレッシオがえこの期間ではえかなり高かったってことがわかるんじゃないかなと思います。で、下にファンドあるベンチマークの数値が記載してあるんですが、これはえシャープレッシオの場合はリターンと同じで、シャープレッシオが高ければ高いほどいいので、なので、ファンドの方が高ければ緑で低ければ赤で塗ってある形になります。で、これですね、サイズとえバリューに関して言うと、シャープ プレッシオがですね、それぞれのベンチマークよりも低いってなってるので、まあそれなので、えっと要は投資効率で見た場合には、このサイズとバリューのえっと ETF っていうのは。 えっと、それぞれのベンジマーク。つまりは、マーケット全体よりも、えっと、悪いですよっていうふうな。そういった形だったみたいです。で、一方、モメンタム、クオリティ、あと、リスクですね。これに関して言うと、999だとですね、モメンタムと、えっと、クオリティは、えっと、ちょっとシャープレッシオ負けてはいるんですけれども、ただ、他の SPY と DIA、これと比べたときには、えっと、シャープレッシオは、モメンタムとクオリティは高いと。で、えっと、リスクに関して言うと、 これはいずれのベンチマークよりもシャープレシオが高いと、そういった形になってたみたいです。で、えっと、次見ていくのが、えっと、相関係数とディスク倍率とベータって数値ですね。これを見ていきます。で、この相関係数は各ベンチマークのネオ計の連動性ですね。それを示したもので、これ最大値がプラス1、最小値がマイナス1、中間がフラマイゼロなんですけれども、意味合いとしてはプラス1に近づけば近づくほど、各 ETF とそれぞれのベンチマークっていうのは同じ方向 方向に値動き可能性が高くて、で、マイナス1に近づけば近づくほど、えっと、ETF とベンチマークは逆の方向に値動き可能性が高くて。プラマイゼロに近づけば近づくほど、それぞれバラバラの値動きをするみたいな感じに、なります。で、これ見るとですね、全部、強い純相関。まあ、ここの、えっと、USMV の対999だと、まあ、0.34なんで、まあ、そこまでめちゃめちゃ強くないんですけれども。ただ、えっと、SPY と DIA と比較してみると、結構、えっと、相関係数は、高いので。まあ、それなので、基本的に言えることっていうのは、この、ファクター ETF ですね。 え、これっていうのは、ま、押しなべて、えっと、それぞれの、え、ベンチマーク、え、つまりは、マーケット全体との連動性っていうのは、え、高いっていうふうな、え、高かったっていうふうな、え、そういったことが、え、わかるんじゃないかなと思います。で、下のリスク倍率はですね、え、これはさっき見た、えっと、ファンドの標準偏差を、ベンチマークの標準偏差で割った数値、え、これが記載してあります。え、要はですね、え、各ベンチマークに対して、それぞれの、えっと、ETF っていうのが、どれだけ、え、リスクを取っていたか、え、そいつを示すのが、え、ここの、え、リスク倍率になります。で、この、 そう相関係数とリスクバイツをかけ合わせた数値、それがこのベータってものでして、このベータっていうのは、各ベンチマークの値動きに対する、それぞれの ETF の感濃度ですね、それを示すものになります。で、ここのですね、サイズで見てみると、対 SPY ではベータ値が1.17となっているんですが、これが意味するところは、例えば SPY が1年間で10%上昇したらば、サイズファクター ETF っていうのは、かける1.17で11.7% と上昇して、で逆に SPI が10%下落したら、サイズファクター ETF は掛ける1.1なので、11.7%下落するみたいな、そういったですね、これあくまで理論値なんですけども、関係性を示すのがこのベータっていう風な数値になります。で、まあこれで見るとですね、えっ、ー、と999に比べると結構ですね、ベータ値は少なく抑えられているんですが、SPI と DIA、これと比較するとですね、まあ、それぞれベータ値がバラバラってことがわかるんじゃないかなと思います。で、ただリスクに関して言うとですね、えー そもそも、対999でのベータ値は0.16なので、まあ、それなので、このリスクファクター ETF はですね、999が1年間で10%上昇しても、えっと ディスククファターはで、ししか上昇なくて逆に999が10%下落したらば、えっと、サイズファクター、ディスクファクター ETF は、でかでえっとーー、0. 1.6%しか下落しませんよ、みたいな。そういったですね、結構、希薄な関係っていうのがわかるんじゃないかなと思います。で、SPY と DIA に関しては、まあ、それより若干高いんですけども、ただ、大体半分程度の感濃度っていうふうな形なので、まあ、比較的、このディスクファクター ETF ETF に関しては、えっとマーケットとのえっとマーケットの値動きとの感濃度ですね。これは他のですね、4つの ETF に比べてえっとずば抜けて低いってことがわかるんじゃないかなと思います。で、このベータが出せたらですね。ようやくこのそれぞれの ETF っていうのが実力案のないのってことがわかるんですけれども、それがですね、ここのベータによるリターンとアルファによるリターン、この2つになります。で、ここの平均リターンは上で見たですね、えっと平均リターンと同じものなんですけれども、この平均リターンっていうのは。 それぞれぞ β によるリターンと α によるリターンこの2つに分解ができます。 で、このベータによるリターンっていうのが、マーケット全体がたまたま好調だったから、それとの連動性、さらに取っているリスク量の大きさ、そいつを加味して得られた分の理論リターンですね。それがベータによるリターンっていう形になっていて、で、こっちのアルファによるリターンっていうのは、そういったマーケット全体の値動きでは説明できない分の、このファンドのリターンですね。つまりは、ファンドの実力によって得られた分のリターン。それが、ここのアルファによるリターンっていう形になります。で、このベータによるリターンは、 え、計算式としては、この対 spy だったらば、この spy の平均リターンに対 spy でのベータ値、それを掛け合わせてあげると、ここの対 spy でのベータによるリターンが出てきて、で、dia の場合は、このサイズファクターの えっと、えっと、DIA の平均リターンに、このサイズファクターでの対 DIA のベータ値。それを掛け合わせてあげると、ここの DIA の平均リターンが出てき、あのベータによるリターンが出てきて、で、999も同様にしてあげると、ここの対999でのベータによるリターンが出てくるみたいな、そんな感じになります。で、ここのですね、ベータによるリターンでも説明できない分、要、具体的には、それをですね、上回ってる、ないしは下回ってる分のリターンっていうのが、ここの α によるリターン。つまりは対 SPY では、 え、それぞれですね、え、ここの平均リターンからベータによるリターンを、えっ、ー、と、対 SPY でのベータによるリターンを差し引いたものが、え、ここの、え、対 SPY でのアルファによるリターンって形になりますし、え、それを DIA、999と同様にやってあげたものが、それぞれのアルファによるリターンって形になります。で、え、解釈としてはですね、え、要は、え、ここの平均リターンが、え、いくらプラスであっても、え、ここのアルファによるリターン、え、これがマイナスなのであれば、え、その、え、ETF っていうのは、え、実力によって出す多分のリターンっていうのはなくって、要は はたまたまマーケット全体が好調だったからそのリターンを出したのであって、仮にマーケットが今後リターンがプラマイナゼロだった場合にはこのアルファによるリターンのマイナスを食らう可能性がありますよみたいなそんな感じになります。ま逆にアルファがプラスなのであれば今後のマーケットリターンがつまりはベータによるリターンがプラマイナゼロだとしても理屈的にはここのですねアルファによるリターンのプラス分のリターンそれを得ることができるんじゃないですかみたいなそういった感じになります。 で、え、これで見るとですね、え、サイズとバリュー、え、これに関して言うと、え、アルファがマイナスに突っ込んでいるので、まあ、それなんで、え、ここの、え、サイズファクターと、え、バリューファクター、え、ここの ETF に関しては、え、リターンが出せた理由っていうのは、たまたまマーケット全体が好調で、なおかつそれとも連動性高くて、え、しかもそれ相応にリスクを取っていたから、だから、え、リターンが出せたのであって、え、その、えっと、サイズファクター、え、並びに、えっと、バリューファクター、え、その、えっと、要因に特化した分の、え、リターン、え、つまりはその、ファンドの実力による リターンっていうのはまあ、そもそもないですよ。ていうかマイナスに突っ込んじゃってますよ。っていう風なそういった意味合いになります。で、えっと。一方モメンタムクオリティディスクこれに関してはえっとアルファがプラスになっているので、まそれなので、要はここのえっと3つの etf に関しては？ まあ、そもそも、マーケット全体が好調だったから得られた分のリターンっていうのは、まあ、あるんだけれども、ただ、それ以外にも、それぞれ、モメンタム、クオリティ、ディスク、それらの要因に特化した分の、えっと、リターンっていうのは、ちゃんとありましたよ、みたいな。そういった意味合いになります。とりあえず、これが、ベータによるリターンとアルファによるリターンで、で、重要なのが、ここの平均リターンのうちに、ベータによるリターンとアルファによるリターンが、どれだけ占められているのかっていうのを示したのが、ここの下のところのですね、えっと、ベータとアルファの構成比率に、 になりで、え、これで見るとですね、まあ、それぞれ、さっき見たベータによるリターンとアルファによるリターンと対応してるんですけども、簡単に言うと、ここのですね、アルファによるリターンの構成比率、これがマイナス突っ込んでいるんであれば、えっと、この悪魔2013年から2021年までの期間ではあるんですけども、その要因に注目して、えっと、エルタ分のリターンってのはなかったですよねと。むしろマイナスでしたよねと。で、逆に、えっと、アルファの構成比率が0以上であれば、 えー、その高はある、もちろんあるんですけども、ただ、えっ、ー、と、少なくとも、えー、その特定の要因に注目して、えー、注目した回がありましたより、ね、みたいな、えー、そういった、えー、意味合いになります。えー、とりあえずですね、えー、これが、えー、ベータによる単とアルファによる単の、えー、計算で、で、これで、えー、動画は以上になるんですが、えー、もう一度結論に戻っておきます。 はい。えー、というわけで今までデータを見てきたわけなんですけれども、まあ、改めて振り返ってですね、まあ、ここで、えっと、言っておきたいのが、え、必ずしも、え、リターンが、えっと、良くてもですね、え、それが、え、シャープレシュが良い,いとは限らず、え、なんならば、え、その、えっと、要因に着目した分の、え、リターンがあるかどうかもわからないっていうふうな、え、そういったことをですね、え、今回ですね、え、ちょっと言っておきたいと思います。まあ、ひとまずですね、えっと、この中で見るんであれば、ま、あくまは2013年から2021年までの比較ってことは、ま、あの、重ねて申し上げますけれども、 この5つのファクターに注目するんであれば、どっちかっていうと、えっと、ディスクファクターですね。そういったものに着目した方が、えっと、その着目した会はあったんじゃないかなと。そういったこと、そういったことになるんじゃないかなと思います。で、同様に、モメンタムもですね、リターン1位でシャークレシオ2位で、で、アルファもそれなりに、えっと、あるんですけれども、ただですね、これ、モメンタム SPY と DIA と比べた場合には、えっと、モメンタムの、えっと、アルファによるリターンって、まあまあ、出てるはいるんですけれども、ただ、 999と比べた場合には、そのですね、モメンタムのアルファによるリターンっていうのが2.14%って形になっちゃっているので、まあ、それなので、これ、と、SPY と DIA と比べた場合には、それなりに、モメンタムのリターンに占めるアルファによるリターンは、えっと、結構多めだったんですが、これ999と比べた場合には、モメンタムのリターンにおけるアルファによるリターンっていうのは、まあかなり減っちゃってますよと。つまりは、ここから言えるのが、このモメンタムファクター ETF っていうのは、要は999、つまりは、 なダすら100銘柄、えー。そういった、えー、その、えー、と構成銘柄に結構特化していたっていう風な可能性が、えー、あるってことを、えー、ご留意いただければと思います。えー、とりあえずこれが、えー、っと再度結論で、で、これで動画は本当に以上になります。はい、というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでいろいろやってますので、リクエストとか質問とかあったらコメント欄に書いてもらえればと思います。はい、というわけで今回以上になります。えー、お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。